大阪混合インターナショナル小学校、中学校、高等学校は、大阪府大阪市住の駅南高北2丁目に、所在する私立小学校、中学校、高等学校。本校は、在日韓国人指定の教育のために作られた学校だが、日本の学校教育法で定められた一条校でも、ある。在日韓国人のための学校と思われがちだが、 国籍に関係なく入学できる。教員は主に韓国政府からの派遣教師、在日韓国人教師、そして日本人教師で構成されている。韓国語や韓国の地理、歴史、文化などに関する科目を文部科学省で定められた教育課程内で実施している。また、グローバル人材の育成を日韓両国の教員の共同で行うことを目標としている。 高等学校では特進コースを設けて日本の大学と韓国の大学への進学希望者に対応したカリキュラムも組まれている。また、英語教育については小学校1年生から学習しており、中学校については大手会話学校との契約による授業を展開している。さらには英検対策に重点を置いており、主に放課後に対策授業を実施している。 韓国語教育については、小学校から一部教科において、イマージョン教育を実施する、等、初等教育の段階で、基礎的な語学力を習得できるよう取り組んでいる。日本と韓国の両方から認可されているために、日韓両方の大学へ進学が可能である。日本の大学については、同志社大学法学部をはじめ、各校に指定校推薦を有している。なお、授業料は、 高校で年間483,360円で、一般的な私立高等学校と比較しても低い水準となっている。また、高校授業料無償化制度による私立高校生等就学支援推進校であるので、世帯の年収によっては授業料が無償となる。小中学校の授業料に関しても他の私学に比べて低い水準ととなっている。西成区の休校者かつて、 大阪市西成区梅南二丁目に校舎を設置していたが、何は筋の西成区中心部への延伸工事に伴って同校校舎の一部が道路予定地にかかることから、2007年に同市住みのエクサキスコスモスクエア地区に校舎を移転した。旧校舎跡地は一部が道路となり、残りの跡地はスーパーライフ典カジャヤ店となった。奨学金、金剛学園修学支援制度のもと、 学業奨励奨学金やスポーツ奨励奨学金をはじめとする様々な奨学金を支給している。また、韓国語能力試験や英検の各級合格者に支給される語学奨励金や2020年度より成績優秀者を対象とした特別奨学金制度が実施される等、児童生徒の学力、能力向上に積極的な支援を行っている。 混合学園小学校3つのポリシー混合学園。現在の校舎アドミッションポリシー本学園の教育理念や方針に賛同できる児童、保護者異文化理解、国際交流に積極的な児童、保護者学習意欲と探求心が旺盛で、心身ともに健やかな児童自らを立し、他者と協調しながら行動できる、児童多様な世代に敬意を払いつつ、柔軟に接する心を持つ児童、 カリキュラムポリシー確かな基礎学力の定着を図り、個々のさらなる応用力を伸ばす指導を行います。少人数制指導のもと、児童一人一人の能力や適性を見極め、教職員の共同により、きめ細やかな教育活動を実践します。韓国語、英語、日本語を基盤とした語学力を身につけるとともに、豊かな国際感覚を育成します。 グローバル社会において活躍できる、要自己理解を深め、他者を理解し尊重できる心を醸成します。社会規範を遵守し、また、慈しみを持って、多様な世代に礼を尽くし、倫理観を持つ人材を育成します。ディプロマポリシー自他ともに理解し尊重する心を持ち、 自ら積極的に行動し社会に貢献できる意欲と資質を持ったものが苦力、語学力を駆使してコミュニケーション能力を発揮する力を身につけたもの、礼儀正しく他者を排除し、共に協力し合う人間力を身につけたもの混合、学園中高等学校3つのポリシーアドミッションポリシー本校の教育理念及び方針に賛同できる生徒異文化を理解しようとし、 国際交流に積極的な生徒無と希望を持ち、人間的に強くなりたいと思う生徒を主に大学、進学を目指し、学力の向上を目指す、生徒礼儀正しく、規則正しい生活ができ、学校や社会の基盤を守ることができる生徒カリキュラムポリシー、韓国語、英語、日本語を言語としてだけでなく、その背景にある歴史や文化を深く理解することによって、 自己を深く理解し、多文化共生社会を生き抜く真の力と学力を養います。少人数による日々のクラス活動や教師との深い交わりの中で、礼儀礼節を学び、小、中、高校道の縦割り行事や国籍の異なる環境の中で、幅広い人間関係を築きながら、自分自身を知り、他者を尊重することの大切さを学びます。幅広い教養と、 論理的思考を身につけると同時にその盲点を捉え、理解し、難関大学受験に必要な学力のみならず、創造的かつ革新的な素養を身につけます。主体的に活動できる探究活動、職業体験、海外留学や韓国への語学研修や数多くの国際交流を通じて、韓国、日本だけでなく、 地球規模の視野で物事を捉える力と発想の転換ができる人材を育成します。ディプロマポリシー複数言語を深く習得し、自国と自身のアイデンティティに関して、自信と自覚を持って語り、伝える能力を身につけたもの礼儀正しく、他者を排除し、共同できる力を身につけたもの物事の本質を捉え、見抜く力、自制できる力を身につけたもの地域社会や、 地球規模における社会的役割を希求し、行動する意欲と資質を持ったもの。ありがとうございます。